皆さんこんにちは。今回もスプラックスプレイングサッカーのシャッフルモードですね。はい、世界中の選手をランダムに選抜して立って散る霧のチームを作る。やるたびに完全に新しいチームが出来上がります。はい、ベラッティですか。ベラッティ違いますね。センターフォワードの選手ですね。シュートとヘディングと、能力が高い、セリエA の、所属の選手でしょうね。はい、でロシアの強いですね。何この人。ジューバですね。はい。ロシアリーグ所属してますね。非常に長身で195センチくらいあると思いますね、多分。はい。ジャンプ力があると。ヘディングが大きな特徴ですね。で、コロンビアの、選手、コロトゥールいますね。コートジボワールの、センターバックですね。で、アルジェリアの選手、バラン。はい。フランスのね、はい。ワールドカップフランス代表優勝メンバー。世界最高クラスの、センターバック、ジョゼ・ポンチ、はい、センターバックと、ね、センターフォワードできるポルトガルの、選手ですね。はい、まあ、何回も、ね、使ってます。珍しいですね、こういう人は。でモヒカですね、コロンビアの、左ですね。非常にスピードありますね。ただ、ディフェンス面ですね、ちょっと守備の穴になったりならなかったりと、ラファエルなんとかですね、メキシコの選手、エクアドルのサイドバック、シレッセン、オランダのキーパーが入ってます。はい、で控えが、オランダの選手、金崎ムー、イヌイ、オーストラリアと。はい、なるほどね。イヌイをまず入れますか。でどうしようかな。この人も入れた方がいいですね。バラン、コロトゥレ、この辺強いですよね。コロトゥーレは上できんのか。いやー、迷う、これ。どうしよう、モヒカ。この人も強いことは強いですね。ヘディング持ってますね。ジョゼも当然使いたいと。いや、変えるところがないな、じゃあ。ここか。まあ、でも変えるほどでもね、ないんですよね。あ、変えるほどか。ちょっと一回入れ替えてみるか。はい、でもこの人もそこまでの能力値では、ま、でも攻撃が特徴付けられてますね、ちょっと。プレッシング71と。これは迷いますね。いや、でも、ドリブルキープ。パス能力高いですね、だいぶ。金崎どうしようかな。いや、入れるとしたらね、まあ、交代でどっか、このね、3フォワードの、これ全員が全員、あれですか。いや、これストライカー1人入れないとまずいですね。はい、この人ね、まあ、ヘディング得意ですけど、それ以外のこともできそうなんで。シャドーストライカーにしてポスト役で、はい、もうこれ完全にターゲットですね。で、イヌイが右で、モヒカが左と。これで一回見てみたいと思います。ここね、コルトゥレ・バランと非常にね、硬いですね。逆の方がいいですね。はい。アルゼンチン。はい、コルトゥレ・ボールキープ。いやー、この辺の組み立てがね、難しいです。はい。ジョゼが、シャロス、あ、違いますね。ストライク、あ、センターフォワードですね。はい。で、ジューバに渡して、モヒカを使うと。クロスに対して、いやー、キーパーの飛び出しミスですね、完全に。はい。幸運な1点ですね。あ、この人が行くのか。はい。ジョゼ・フォンチが行った方が、センターバックなんで、はい。そうですね。ディフェンス能力発揮できる。できない。危ない。はい。モヒカ当てて、ダメですね。はい、これもプレス強くいきます。バラン。いやー、ディマリア。はい、なんとかボールを奪いましたね。はい、元チームメイト同士ですね。これは、うん、結構回されてますね。はい、これも引っ掛けてますね。はい、当てて落として、乾が行くと。最後。いやー、クロスの方がいいですね、今の。こっちね、今回はね、非常に、真ん中にターゲット3人もいるんでね。はい、サイド破ったら、クロスの方が、攻撃としては、まあ、狙い目というか、はい、10番のシュートは、はい、キーパー正面。うん。いや、苦しい。苦しいですね。はい、コルトゥーレからモヒカと。で、バッシランドですね。やっぱりマッチャーの入ってくると、相当ね、はい、ディフェンス安定しちゃってるんで攻めきれない形が増えてきますね。はい、ジョゼフォンチからクロス、あ、ラストパスね。はい、10番の強烈なシュートは、キーパーに阻まれると。いやー、これも苦しい。えい、うん、はい、ちょっと、ためを作ってね。はい、もう一回クロスいきます。はい、強烈なヘディングですが、キーパー
もうクロスでね、戦術にしますかね。はい。いやー、苦しい。はい。ただ、うまく走り込んで、キーパーの飛び出しが追いつかず1点ですね。はい。いいですね。2-0 と。まあ、金崎どこに入れるかですね。難しいですね、これ。はい。この人交代します。で、金崎どっかに入れるとしたら、まあ、サイドっていう感じでもないけどな。ここ変えるのもったいないですね。はい。金崎入らないですね、今回は、多分。まあ、後半入れるか、どうかですね。はい。違いを作れるかもしれないんで。モヒカのプレス。はい。奪いましたね。10番が奪って、マッチラーノに奪い返されると。うん、この辺ね、強いですよね、本当に。はい、バネガに対して、はい、ここでボール取れました。メッシでね、やっぱりボール結構取れますね。はい、ジョゼも強いですね。いや、強い。今の体の強さは。いやー、おためにいい。はい、これ1点でしょ。ああ。はい、動き出しがね、こっちないんで、やっぱり中央厳しいですね。クロスで、崩しに行かないと。はい、10番のシュートで1点ですね。強烈なシュート。はい、ジョゼが行きます。で、奪って、落として、モヒカ、イヌイと。で、イヌイ、マッチラのマッチアップで、はい、放り込むのはオタメンディ。いやー、やっぱりね、はい、そうですね。こっち足元ないんでね、本格的に、クロス上げに行かないとダメですね。はい、もうこれクロスで、そうですね。この方が、はい、入りましたね。すごいですね。今の方がまだいいですね。はい、ちょっと金崎使います。で、シャローストライカーですね。まあ、あまり重要なポジションじゃないですけど、まあ、こっちの選手の方がいいですけどね。はい。ちょっと入れてみますね。ジョゼが行きます。これね、ハイプレス効いてくれるのも美味しいですね。はい、落として、10番のシュート。はい、強烈ですね。1点ですね。今ね、綺麗に、ショートカウンターの形、決まりましたね。はい、メッシから奪って、モヒカ使うと。で、1回下げますね。やっぱりね、マッチラのためにであたり来ちゃうと、もう、崩しがないんで。いや、怖い。はい、メッシ。コロトゥレいきます。これは取れるでしょう。はい、コロトゥレが奪いましたね。10番に当てて、体張ってね、モヒカと。そうですね、モヒカここでスピードで振り切ってくれないと、ね、中央で体張るタイプの、ポストマンいるんですけどね、それが生きないですね。まあ、しょうがないか。コロトゥレ、はい。はい、これもね、コロトゥレが、奪ってくれますね、メッシから。いや、無理か。もう終わっちゃった。はい。というわけで、5-0 ですね。ちょっとね、後半もうちょっと、点取りたかったですけどね。ただ、狙い筋のね、ヘディングシュート、炸裂しましたね。やっぱり、サイトでイヌイやるとね、どうしても、カットインからのシュートとかね、パスの崩しを見ちゃうんですけど、今回みたいにね、中にターゲットが3人もいるときは、単純にクロスを上げた方が、より効率的なね、面白い攻めに、というか、ゲームプランとして正しいね、攻めになると思いますね。まあ、クロスね、決して、まあ、悪い戦術じゃないというかね、まあ、センターフォワードでね、持ってる素養にもよりますけどね、ジェズスみたいなスピード、テクニックタイプ、まあ、グエロもそうですけどね、はい、そういう器用なセンターフォワード増えてきてますけど、旧来のね、旧来のというか、まあ、ターゲットマンタイプの、ジルーみたいなね、人がいるときは、クロスが有力な、戦術の一つに入ってくると思いますね、はい。今回もね、クロスで何点か、はい、決まりましたね。まあね、センターバック、アルゼンチンのセンターバック、モタメニとかね、強い人いますけど、現代サッカーだとセンターバックにもね、うまさが求められるようになってきているんで、大きくてね、強いだけのセンターバックみたいなね、そういう、人は少なくなってきますね。逆に、大型タイプのセンターフォワードがね、より特徴づけられる、あ、よりね、特徴づけられるじゃない、より、優位に立つっていうね、そういう、逆行した状況がね、生まれてきますね。はい。まあ、時代とともに、いろいろね、サッカーの変遷とともに、必要な人材とかね、有力な戦術もね、まあ、いろいろ、変わってくるっていう、そういう感じですね。はい。で、こっちフォーメーションね、ジョゼ・フォンチ、ジューバ、ロシアの選手で、シャドーストライカー一人つけましたね。
で、左モヒカで右ヌイですね。モヒカ、サイドミッドフィルダーですか。はい。起点はね、モヒカが多かったですね。アルゼンチンの右ね、なオタメンディとか言って意外と硬いんですけど、スピードで振り切れるタイプのモヒカがより、強力だったと。で、イヌイね、本来左の選手で、右だとね、まあ、ドリブル実力発揮できないですけど、まあ、それでもね、やっぱり足元の技術、アジリティ持ってるんで、十分ね、戦える。ただし、クロスが必要な戦術でしたね。はい。で、まあ、あと、金崎後半入れてね。で、真ん中どうしましたっけね。ルーニーいましたっけ？あれ？ルーニーいないか。すいません。前回のね、シャッフルと、ごっちゃになってるかもしれないですね。はい。まあね、センターフォワード戦術ですね。今回使ったのは、クロスを上げて、センターフォワードが決めると。いうね。まあ、あと、コロトゥレとバランですね。そういえば。はい。メッシをね、完封できたの大きいですね。特に、バランなんかね、レアルとバルサでメッシね、対決して、メッシをね、抑えられる選手の一人ですね。はい。まあ、逆にね、そこで、必ずしもメッシが勝てるわけじゃないので、バルセロナもね、スアレスをセンターフォワードに据えてね、まあ、カンテラらしくね、メッシ、引いて戻るような動きをね、織り交ぜながらゲームメイクする、そういうね、ポジションになっていきましたね。はい。まあ、そっちの方がね、本当に、バロンドーラーとしての能力最大限に発揮される可能性もなきにしもあらずと。ただね、やっぱりメッシが一番怖いのはシュートに絡んだ時なんでね。はい。そういうね、いろいろ、差がありますね。はい。で、まあ、コルテレももちろんね、文句なしの、最高クラスのセンターバックと。はい、いうことで、まあ、ディマリアもほぼね、存在消してましてね、こっちディフェンスが意外と良かったっていうことですかね。ただ、まあ、攻撃のね、そうなると攻撃の不手際というかね、適切じゃないところが、特にまあ、マスチェランで毎回これ、どんどん活躍しちゃいますね。アルゼンチン相手にすると。はい。これをね、まあ、うまく消せれば、内容もっとね、圧倒した内容になると思うんですけど、必ずね、マスチェラノが絡んできちゃうんで、まあ、こっちの攻め方がちょっと悪いのかもしれませんね。はい。そういうね、まあ、ゲームプランですね、要は。フォーメーションだけじゃなくて、まあ、フォーメーションは大体今、同じ感じに組むんですけど、マスチェラノうまく回避できるようなゲームプランを持って試合に臨んだ方が、よりね、大差で、内容的にも圧倒して勝てる可能性があると思いますね。はい。というわけで今回はサッカーアルゼンチン代表相手に5対0でした。また次回ね、シャッフルモードやっていきたいと思います。今回はこれで失礼します。